皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はベイスターズの11話でございます。そして前回では俺たちのレゴシ君がハルちゃんを獅子組から助けていたんですけれども、最終的には逃げ切れるのでしょうか。なかなか危うい状態でした。危なかったですね。では Let's go everybody the show!おう、ベイベー、いきなりオピーですか？パンパンポタンパンポ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 ン、オッケーオッケー。メスティアオスタイルライフスタイル無理でもレクセリアフリーフリーダムオーカーフジフットバスケをコーチェがラスメア。メスティ俺はプライワージャムするモーサードンフィティチサーストレートパッチコンパイスクールスクールアハーフタイム。I'm walking on the wild side. I don't want to fall asleep throughout my life. Sometimes in a buffalo style. Sometimes like a rock and roll mime. Climax mood all in. Mood and I blur. Who's keep it so big that's blowing. 一瞬先はさ何回噛む。It is a wonderful my life. Please could you kiss my name when the music's over? Turn off light, it was such a sweet time. You pray for me, my friend. It's starting over, over, over time. Taking over the night, taking over blue time. If you're not screaming, shouting, you're mine. Taking over the shine, taking over the shooting star. All I was talking about was music.And that's called jazz. ポーン、タッ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 タやべえことになってるでしょう。ハルちゃんもいないってことはまだ知らされていないね。もしもし？そっちも行方不明？え？ルイも？ごめんなさい。私たち失礼するわね。ルイも消えたっていうことだろう。雪雪で夏のネオン街？雨も降ってるし心配だね。ジャックも見当つかない。こっちが本当のビースターズですね、ティーチャー。え、なんか死んでる虫がいいんだけど。カブちゃんが死んでる。え、カブちゃんなんで死ぬ？レゴシが保護してたカブトムシ。生きていたらな。そんな簡単に死ぬの？よくわかんないけど死ぬんだね。カブーって。歩けるようになったね。元気になってよかったね、その子。死んだけどね。なんだい？いや、なんていうか、俺が自己満足でやってるだけだからさ。相手にはいい迷惑かも。相手？このカブちゃんのことやで。みたいな動物がどう頑張っても、小さくてか弱い生き物との距離は埋まらないのにね。怖え。この。まだウサギの女の子のことで悩んでる？悩んでるんだよ、それが。これだ！獅子組のおやっさんとやっとるわ。おっと、おお、噛まれてる、痛え。そりゃもうやっべ。これだろうが、怖え。オーマイガッド、クソやばいっしょその手。逃げられへんって。理解し合えないまま。Holy shit, guys! 俺が狼に生まれた意味って何だったんだろう。みんな案外それを探してるんじゃない？いや、そうかもしんねえけど。肉食も草食ももがいてるじゃん。これやばいっしょ。あんた手食われてんで、ね、このやべえライオンに。おお。てか、自分噛まれてんのに、顎を蹴るって、自分、もっとやばくない？
戦いを終わらせよ、少年。少年、ええ、そうしましょう。そんな簡単に転ぶような玉じゃねえぜ、こりゃ。できたよ、ジャック。ジャック、自分は狼に生まれた。それは君は見せるべきじゃないのかもしれない。ちょっと本能をそびえ立つ。こいつがやったんじゃねえって錯覚したりしひんかな。本能に任せるんだよね。君のための爪、君のための爪と牙。俺は君の獣になる。やべえ、あの夜中のことを思い出したりするんかな。やっぱシシちゃん死ぬね。死んだくね。怖えだろこりゃ。悪魔のように見えているだろうか。悪夢だろ。大丈夫、判定は君の自由だ。そうだね。俺と逃げてくれるかい。その手、飼いならせって。あ、でも捕まった、掴んだ。お前を助けに来たぞ。スーパードッグがやってきたぜ。スーパーウルフ気絶してる。食獣に生まれたこと、Oh my God、君に恋したこと、やば、ブーン祈る。おい、大塚明夫大丈夫か？全部レゴス君がやったの？なわけ。まさか、一緒にここに来てくれたパンダのおじさんがいたんだよ。パンダのおじさんやばすぎだろ。つえ。お、違うよ、大塚明夫まだいるから。お前パンダにやられてえわけ？それは学ばなくていいって。それともルイ、ルイはもう分かってるね。やば。ここで見せるんだ。お前ら肉食獣が恐怖に震える姿を。やば、ルイ。さあ、許しを超え。オーマイガード。ルイ、あんた性格こういうのを楽しんでるな。俺からもあんたに教えてやらないと。救いなんてないんだ。なんかかっこいいんだけどこいつ。ルイ、おお、こいつらも殺すんか。パンパン、名誉も誇りも全て失って楽になれ。4番だ、商品番号4番。獅子組に飼われたの。味は保証するぞ。角以外何も残すな。感謝してくれよ。狂ってるわ、狂ってるわ。でもルイは別に壊れないよね。別にこいつらに食われるような玉じゃねえだろ。だからまあ抵抗はすると。でもレゴシーは知らなくてよかったな。あまりにも動かないから死んじゃったのかと。
あとハルちゃんでも全然殺される可能性はあったな、あの鉄砲玉で。私なんかって思うなよ。腹減ってんかい。さっきの猫ちゃんの首食えばよかったな。そう、ハルちゃんも食べよう。お兄ちゃん傷だらけだね。やられたぞ。超やられた。てかそれだけ？白猫ウイスキー。それ面白いな。小さい頃からおじいちゃんに言われてて。おじいちゃん子だったの？そう？そうなの？まあまあ。昔の話、子供の頃か。なんでさ、レゴス君と私の人生は今静かに絡み始めてて。いやこの体やばいぞ。命がけで助けてくれた彼が目の前で安い焼きそばを食べている。ポリとか来ないの？この映像が私にはきっと一生の宝物になったりする。ほんまけ。だからこそ参加したや。じゃ何？食べ終わったら電車で帰ろうね。え？終電行っちゃったよ。終電ってことはこれから二人でホテル行かないとあかんな。あれあんまお金がないからラブホじゃないと。とか？だって満喫行く？だね。泊まる宿だよ。レゴシ君、え？完全にアウトです。高速破りの中でもかなり重い。無断外泊よ。あなたたちのルームメイトはとんだ不良ね。とんだ不良かな。不良行為の兆候はなかった？兆候？例えば、小動物の女生徒にやたら関心を持っていたり。それはないよ。何かですか？別に賭けなくなくないですか？何？終わりよ。どういうことだ？でもドア封鎖の女性とか帰ってないと連絡があった。あら。男子寮に届いたレオ。あのエロ雑誌が入ってんの？中に入っていたもの。これがレゴシのリュック。友達になる方法と。いや、AV を見せんなよ。これ、ちょっとエロの話ってことだろ。ラブホエで一周カップルだな。だよね。だね。青缶ってこと？やめなさいよ。ちゃんとホテルでやりましょうよ。なんでって、ハルちゃんさっきまで肉食獣にさらわれてたんだよ。怖くねえって。おっと、あんた怖がってるだけだね。ハルちゃんってつくつく言う。傷だらけでこの猫たちめっちゃやってるんだけど。まあやってるって言ってもそんなペッティング程度だけど。俺は多分今かなりオスモードというか、こんなところで一緒に寝たりして、そのさすがに何かが起きたら。大丈夫でしょう、レゴシ君だもん。レゴシ君は何をしても間違いにはならない。そういうことだ。それだけあなたは偉大なことをしたの。何をしてもええぜって言われてるぞ。あれ、何が起こってるよレゴシ。あれこのエスカレーター。このまま屋上に。まだ彷徨わない。
フロアがたくさんあるのに。あれあれ。でもこのめちゃくちゃなエスカレーターにしても紛れもなく今日の上だ。てかエスカレーターってなんで？もうダメだ。ちょっと描写が面白いわ。とりあえずラブホまで来ました。来たな。私と一緒だ。いいね。じゃあ。めちゃくちゃ慣れてるな。めちゃくちゃ慣れてますね。めっちゃ来るでしょ。お姉さんに任せなさい。お姉さんに。おっと、めちゃ飛んだ。あらまあ、かわいい。反動がすごくて、私の何倍体重あるんだろうね、レゴシ君。緊張するな。お、近づいた。おっと、近づいたて。どうした？さっきお風呂入ろう。震えてんな。ネグシー、あんた気水くんかい。服洗って干した方がいいかも。いきなり来るよね。お風呂入ろう。干した方がいいかも。なんか言わすん。電車乗れないってどういうこと？俺今キスをしようとしてたな。腕上げてよ。え、私が脱がすからってなってる。みるみる変わっていく。え、どうなってんだよこの人。君と出会ってからだ。え、君と出会ってから？あれ？俺の全てが変わった。ちょっと押すモードになってるね。君にずっと隠していたことがある。あの夜私だったって。初めて出会ったのは屋上の庭園じゃない。行動の話したな。君を襲った怪物は俺なんだ。俺は本気で君を食べようとした。なんだい？私ずっと気づかないふりしてたよ。分かってたの？いや、疑ってたっていうよりそうなんじゃないかって思った時が2回ぐらいあったの。はるちゃんって頭良すぎるだろ、ほんまに。だからますますレゴシ君が分からなかった。私をゆくゆくは食べるつもりなのか、他の関心があるのか。ただ好きやで、多分。だってレゴシ君と一緒にいるの楽しかったから。ねえレゴシ君。なんだい？本当の私たちはこの体勢のまま時が止まっているのね。そうだね。ここから先、あなたが全て。おっと。どっちでもええって？あなたが決めるの。どっちするのレグシー。食べちゃおう。ちょっと食べる。はるちゃん。レゴシ君の心臓の音で私まで跳ねちゃいそう。かわいい。さっきの乱闘より死にそうになってない？そうだね。当たり前だよ。だって決めろなんて。この心臓続きやばいぞ。わかってるでしょ。わかんない。レゴシ君が決めるの。
レゴシ君。手が震えてる。ゆっくりねと。ゆっくりねと来たよ。レゴシ。禁じられたハルちゃんとの。触ったことないか。この二つの餅みたいなのが。おっぱいだね。あ、ちょっと力が。ごめん。爪ね。どうするか。続けてって。かわいい。なんか、でも、ほんと調教だね。レゴシ君の。これなかなかね、不思議な感じだね。こんな声出すのか。こんな声出すよ。ちょっと気をつけて。レグシ君と。嘘でしょ。レグシ君、ごめん。体が勝手にあなたの口に入ろうとしてる。え？ウサギの遺伝子からの叱責。そうなの？愛し合う関係だなんてとんでもない間違いだと。で終わるのかい。 What？ すげえ訳ありの初体験的な感じだよね。うーん、これは最後まで続くのかっていうのも怪しい。まあね、さすがにね、人間同士の初体験こんなに緊張しないよね。だって肉食と草食じゃないもん。まあ比喩的に考えたら肉食と草食かもしれないんだけど、これは本当に比喩レベルじゃないから、やばいやばいやばい。そしてルイ、あんた全部知ってるんだよな。違うな、ルイ本当にどうなんだ。本当にあの時に死ぬわけじゃないよな。あー、ルイのこと忘れてたわ。あいつ気になるな。あの時にあの二人を殺してたら、もしかしたらこの二人を尾行してて何もかも知ってるかもしれない。だけどマジでどんなんだろうな。ふう、皆さんご視聴ありがとうございました。今回かなり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 うわっとなるようなことが起きて、ふわっとなるようなこともあって、えーってなるようなことがあって、ほーってなるようなこともたくさんありましたね。面白かったですよね。はい、皆様楽しかったら高評価またはコメントとか登録とかそんな感じをよろしくお願いします。そしてですね、最終的にはご興味が続々と続いているのであれば、次のエピソードもちゃんとやりますのでぜひ見てください。では皆様いつもご視聴ありがとうございます。 Until next time. Bye bye. おきに。